今日も京都でホールガイズで遊んでいくよ。プレイヤーはおはぎ、実況は私小はぎでお送りします。よろしくお願いします。はい、早速ナイトフィーバー、中世の障害物を避けてゴールまでたどり着け。あー、これはちょっとねむずいですよ。あ、でもちょっとステージ変わってる。あのパンができてるね。ちょっとむずいやつと簡単なやつの差がえぐいからな、ナイトフィーバーは。ナイトフィーバー、ナイトフィーバー、そうなんだよ。まあもうこれはもうゴールさあ、まあ、このは最初はこれ簡単。あ、え？え？さあさあさあ、出鼻をくじかれたおはぎさん、いけるか？危ない。さあさあさあ、これに気をつけよう。あ、おお危ない。運よく生き残る。おし。さあここですね。さあそしてかなり苦戦するこのバーが穴が多いのがやばいですよね。オッケー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 です。さあゴールが間近です。もうゴールは目と鼻の先です。オッケーです。さあゴール、ありがとうございました。さあ最後に煽り散らかしてゴールしました。一番ダサいやつのやり方です。さあ残りプレイヤー45人から32人。はい、続いてのゲームはスライムクライム。下から押し寄せてくるスライムから逃げながら邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。はい、たどり着きます。3、2、1、ゴーと、はーい、余裕。あ、ゴールすればいいだけですから、こんな。さあさあさあ、タイミング見ていきましょう。さあさあ、どんどん落とされていきます。さあさあさあ、危ない危ない。でもこれは結構簡単の方じゃないですか。これはもう落ちたら終わるからですね。あ、危ない危ない。さあスライムからかなり距離は離れていますよ。余裕のよっちゃんですね。余裕のよっちゃんって誰なの？だから吉田吉田よしこちゃんが言ったから余裕のよっちゃんなんですよ。なるほどね。さあさあさあ、お、これは結構戦闘集団にいるのでは。さあここは焦らず、焦ったら負けです、焦ったら負けです。あ、あ、危ない危ない。おお、一人ゴール。あー危ない危ない危ない。あ、これはちょっと我慢していってください。さあさあどんどん、さあこれはいけましたね。はい、さあさあ最後に妨害してからクリアです。ありがとうございました。さあ、あ、ウーパールーパーがかわいい。さあ残りプレイヤー32人から、あ、いや3人、めっちゃ減らされました。3人ということで次がファイナルですね。はい、なんということでしょう。さあ続いてのゲームはブラストボール。はい、落下する足場を避け敵にブラストボールを投げて王冠を勝ち取れ。はい、勝ち取ります。もうね、ファイナルラウンドよろしくお願いしますよ。もうボンバーマンですから。でも3人の割には結構広くステージを使えるので、いやもう最後の最後で死にたくはない。死にたくないな。まあかなり泥仕合になるかな。あ、危な、こんなこれは直前まで持った、爆発する直前まで持った方が投げた瞬間に、あ、
危ない危ない、さあちょっと揺れてる上には乗らない方がいいと。あそこ危ない危ない、やばい、さあかなりの泥仕合だ。これは決まるのか、これなかなか勝負が決まらない。あ、危ない危ない、危ない。あ、一人おった。最終決戦、一騎打ちだ。いけるかいけるか。さあ緊迫です。さあ、うわ